よう、ブルケブのおやっさん。おやっさんの絶品タコスをこいつらにも食わしてやりたくてさ。人数分包んでくれるか。ウクラマト王女のお連れとあらば手は抜けねえな。最高のタコスを作ってやるから待ってな。トツ国に行っていた降臨戦闘団が帰ってきたんだとよ。何でもあっちで停滞失敗をしたとかで団長含め大半が行方不明らしいが。ああ、戦闘団を立て直すため黄金鏡を探すんだとか。これまで何人があの伝説に挑んで行方知れずになったが、せっかく生きて帰れたってのに無茶しやがるぜ。こっちじゃ黄金鏡は随分有名なのね。ああ、誰も見たことがねえから実在するのか疑うやつは多いけどな。エレンビルの野郎みたいにさ。実在するかわからないもののために連王自ら調査依頼を出すものかしら。絶品のタコスも手に入れたし、どっか見晴らしのいいところで食べようぜ。これはこれは、誰かと思えば王女様じゃありませんか。げっ、お前たちはこの辺りじゃ見ない顔だな。きっとトツ国から連れてきた人たちだよ、ハニジャ。なるほどな、弟よ。つまり王女様は継承の儀を勝ち抜く自信がないからわざわざ異国人に泣きついたということか。いきなりご挨拶じゃねえか、バクージャジャ。おっと、王女様に名前を覚えていただいてるとは光栄ですな。さすが兄じゃだね。お前だってバクージャジャだろ。王位を争う相手なんだから名前ぐらいは知ってるってだけだ。じゃあ彼も連王の子なの。いや、こいつはくだらねえ家族ごっこしてる連中と一緒にするんじゃねえよ。こんな劣等種のメス猫ちゃんと違って俺様は選ばれし相当祝福の兄弟だ。連王グルージャジャを告げる唯一の存在ってわけよ。トライオラは多部族国家だ。どの部族だろうが王になる権利はある。ならここで試してみようじゃねえか。メス猫ちゃんにその力があるかどうかをな。どちらにしても王位に座ることができるのは継承の儀で選ばれた人だけでしょ。なら今無駄な体力を使うこともないんじゃないかしら。メス猫ちゃんがチビ猫ちゃんにかばってもらってるね。
そいつは傑作だ。ここはいつから猫ちゃんの王国になったんだ。てめえ、あれが相当のマムージャ族。知識としては知っていたけれど、この目で見たのは初めてだわ。相当として生まれた奴の中には、いつか親父のような連王になることを夢見て突国へ武者修行に出る奴がいるのさ。そっちでも知られてるのはそのせいだろうな。他にも継承の儀に参加する総統はいるの？いや、バクージャジャだけだ。総統ってのはトラル大陸でも珍しいんだよ。そもそもマムージャ族は三つの部族に分かれててな。まずフビゴ族、それとブネワ族、最後にドプロ族だ。茶色い鱗のフビゴ族と青い鱗のブネワ族の間にごく稀に相当のマムージャが生まれてくるらしい。力と魔力を兼ね備えた最強の存在としてな。だからバクージャジャは祝福の兄弟だなんて言っていたのね。さ、そんなことよりもう一度タコスを買いに行こうぜ。嫌なことがあってもうまいもんを食えば忘れられる。やあ、状況はどうだい？こちらはめぼしいところを見ることができたよ。これでいつでも継承の儀に臨める。連王宮の前に向かえばいいかな。わかったわ。ウクラマトさんにも伝えておく。残念だけど、タコスはまた今度にしましょう。おい、Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.